今日はジャズベース界の大巨匠レイ・ブラウンさんのベースラインをもとに4ートーウォーキングベースラインの勉強の仕方のコツだったりとかポイントなんかの話をしていこうかと思っております。 はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、今日はですね、えー、久々の4ビートの話をしていくという風な感じの回にしようかなと思っております。で、えー、まあ、冒頭にもね、話しました通り、まあ、タイトルにももしかしたら書いてあるかもわかんないですけど、今日はね、あの、ちょっといつもと趣旨を変えてですね、えー、まあ、レイ・ブラウンさんの、まあ、あの、ベースラインですね。僕がまあ、直接ね、CD を聴いて、 え、トランスクライブといってですね、まあ、耳コピーというかですね、まあ、あの、して譜面を書いたものがありますので、まあ、それを元に、えー、まあ、解説していこうかなと思ってるんですけども、えっ、ー、と、まあ、そもそもね、こういうふうな、例えばベースラインを、まあ、こう、財布したものを、こう、具体的に、えー、この時にはこういうふうなベースラインがあって説明してる動画って、まあ、動画とかね、まあ、教本とかもあると思うんですけども、 まあ今日はね、具体的にそのラインの話をするというわけではなく、まあそのこういうふうな譜面がばーっとね、まあここには出てないと思いますけど、まああの後で出しますけども、あの、こういうふうな譜面が平本記号で書か,れて書かれているものだったりとかの譜面が出てきたときに、まあどのような感じで練習を取り組んでいったらいいのかなとかっていうコツみたいなものを、まあいくつか、あまあ初級編みたいなものからちょっとより細かいとこ踏み込んだところですね。 あまり巷ではそこまで話してるのは僕は見たことないようなちょっと深いところまで話をしていこうかなと思ってます。そして、まあ最後の最後にね、まあとは言っても何が一番大事なのかっていう風な話まで、え、コミット話まで、えー、踏み込んで終わりにしようかなと思ってます。 そして、まあその具体的にね、どういうラインでどういう風になってるのかっていう細かい解説は、まあ同じ譜面を使って、またもうちょっと後に別の回でやろうかなという風に思ってますので、えー、まあお楽しみにお待ちくださいという感じでよろしくお願いします。そしてですね、まあそもそも、まあこういう風に今日はね、平音記号でバーンと譜面音出してやるんですけども、 ま、このチャンネルではですね、まあ、一応その、まあ、あのー、なんていうか、こう、コピーをするよりも前に、まあ、その、行動進行からベースラインをご自身で作って、作り出していただけれるような、えー、まあ、方法論というか、まあ、システムみたいなものの、えー、勉強の仕方、みたいなのをたくさん紹介してきております。 で、まあ、それに関しては、リストを作ってますので、上に上げときますので、もし興味がある方は見てみてください。で、その辺の話も絡めて、えー、今日のこの練習、どのような感じで応用していくといいのか、っていう風な感じで話をしていこうと思ってます。で、まあ、実際ね、上に上がったあのリストを見ていただくとわかると思うんですけど、結構な本数あります。スタンダード曲も何曲も取り上げてまして、まあ、実際にあの、僕が直接教えている方だと、まあ、その、えー、まあ、その方法で、 えー、セッションできるぐらいまでの、おまあ、初心者の方から、えー、始めて、えー、セッションできるぐらいまでになってる人っていうのもたくさんいらっしゃいますし、まあ、動画内のね、コメントをいただいてる方とかでも、結構弾けるようになってるっていう風な話もよく伺いますので、まあ、あの、ね、あの、あんまりジャズとかやったことないよ、これから勉強したいよっていう人も、まあ、お役に立てれるような中身になってるんじゃないかなというふうに思っております。そして、えー、まあ、そもそもね、えー、今日は、あのー、まあ、途中にも触れましたけど、 えーまあ、このチャンネルのね特色としては、えー、タブフは絶対使わないよと、まあ、タブフ使わずにやっていくことを推奨しているチャンネルというのも特徴でございますなのでもしね今日ジャズをやりたいなと思ってだけどまだベースもそんなに初めて間がないんだよねとか えー、どうやってしたらいいか分からんっていう人ももしかしたら見ているかもわかんないので、えー、例えばね詩番の音、まあ、コントラバスの人もそうなんですしあとエレキベースの人もそうなんですけど、えーまあ、指板の音とかっていうのを覚えるとか、まあ、最低限のちょっとリズムを読めれるようになるとかっていうのは まあそのジャズを勉強するかどうかというふうな以前の問題で、やっぱりその音が分かってるかどうかっていうのはまあ大事なわけですよね。もちろんピアノだったり、他の楽器、サックスだったりなんでもそうだと思うんですけど、まあ、ドレミの音がある程度ご自,自身の楽器で把握してるかどうかっていうのはもう大前提として必要なものであると僕は思いますので、 なので、もちろんね、それも一見難しいそうに思うかもわかんないですけども、えー、まあ、あの、もちろんね、そんなすぐにパッと言われてパッと手に入るものではないですけど、それでも結構ね、短い間、多分一月とか二月ぐらいできちんと覚えて、えー、マスターできるような方法を小さなステップを使って、今までたくさん動画を話してますので、その動画も合わせて全部のものですね、えー、あげときますので、よかったらそっちのも見てみてください。えー、ほとんどの方がね、音、板の音を覚えてしっかり弾けるようになっているっていう風な、 あの、実績もありますし、まあ、コメントでもね、それもいただいたりしてるんで、えー、お役に立つんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そんな感じで、ね、まあ、今日はレイブラウンさんの CD の、CD ではな、ね、い、ベースラインをね、具体的に取り上げて話していこうと思ってるんですけども、もしね、今日初めて、えー、そういう風うな感じでね、検索されて来られた方もいるかもわかんないので、もしよかったらね、あのー、初めて見られてる方とか、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、えー、何卒ね、あのー、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 そして、えー、今日もね、あのー、少しでもためになったとか、面白かったとか、えー、なんか、このチャンネル面白そうやなと、少しでも上手くなりそうやなと思っていただけた方、何卒、グッドボタンも何卒、よろしくお願いいたします。励みになりますのでね、非常に、あのー、ありがたく思っております。よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じでね、今日は早速、レイブランさんの譜面を取り出しながら、えー、やってみたいなと思います。どうぞベベベはい、どうもです。ではね、えー、早速行ってみようかと思うんですけども、 えまずですね、えー、今日はですね、解説は、解説というかね、いろんな方法みたいなこととか、ちょっと引きながらやりたいなと思うので、それに関してはエレキベースでやっていきます。 そして、ちょっとね、最後の方にね、あのちょっと特殊な話をしようかなと思って、ちょっとそれに対してね、演奏を聴いてもらおうかなとか思ったりしてるので、それに関しては、コントラバスでね、演奏して、ちょっとそれを見ていただこうかなというふうに思ってます。なのでね、コントラバスでもエレキベースの人でもね、どっちの人も楽しんでいただける、まわ、あ、かるような感じで進めていこうかなと思ってます。まあ、基本的に同じですからね。で、まずですね、今回ね、レイ・ブラウンさんの えー、まあそのベースラインということなんですけど、具体的に何の曲かというと、まあこれもね、ドスタンダード曲である、酒とバラの日々というふうなものを、えー、取り上げてやろうかと思います、えー。具体的にね、アルバムこっちにちょっと出したいと思います。ほい。できました。えー、レイ・ブラウントリオ、ライブ・フローム・ニューヨーク・トゥ・東京っていうやつですね。のアルバムになってます。で、まあ,あの僕確か CD 持ってたと思うんですけど、ちょっとね、あのしまって今見つけれないので、 えーあのー、今僕が目の前にあるのは、えー、サブスクライブですね。Apple Music で僕は聴いてるんですけども、まあ、それを聴いてやっております。それの中の THE DAYS OF WINE AND r o s e 酒とバラの日々ですね。のものになってます。で、えーまあ、これなんですけども最初ねかっこいいイントロから始まって、えーまあ、途中のソロのとことかもかっこいい感じでアレンジされてるんですけど まあ、冒頭のね、あのー、テーマメロディーを弾いているところが4ビートでずっと弾いているので、まあ、それの一番最初の1コーラス目の4ビートものを再布してあります。まあ、まずひとまずね、その譜面を見ていただこうかなと思っております。ほい。出てきました。 ええとですね。まあちょっと何らかの形で出してると思うんですけども、えー、もしかすると全部はね、ちょっと32小節出し切れてなくて半分ぐらいとかかもわかんないですけど、まあまあ見てみてください。まあ、このような感じで平音記号が書いてあります。で、まあその上にコード譜が書いてあるんですけど、まあこの手のね、ラインのものっていうのは、まあ、このチャンネル見られてる方はね、よく見られたものだと思うんですけども、 ええと、なんていうのかな、この、まずね、あの、タブフはもちろん今さ言ったように書いてないです。なのでね、ああ、タブフないのかもうダメだというふうな感じで思ってる方、もしよかったらね、えー、何とぞね、こう、ジャズをやっていく上ではね、まあもちろんジャズというか、ポピュラーミュージック全般に対してそうなんですけども、まあ特にジャズに関してはね、その、まああの、タブフを弾いてやってるっていうのはもう論外なんですよね、まあジャズの場合は特に。なので、 あのまああのタブ4やってるっていう人はね何とぞねタブ4を出して頂い,いて、えー、まあその出せれる方法はね今さっきあげたようなものをたくさんかいあの話してますのであの自由に弾けれるようになってもらいたいなと思ってます。で、えー、まああのこのような譜面があるんですけどもまあこういうふうな譜面とかこういうふうなんでジャズを紹介するっていうのが、えー、結構、まあ、一番ポピュラーなんじゃないかなというふうに思ってます。 で、大体本屋さんとか楽器屋さんとかでね、売ってる教則本なんかだったりすると、まあ大半のものっていうのはこのような感じでね、コード進行が書いてあって、まあヘ音ン記号なりタブフなりでベースラインが書いてあるというふうな流れのものが多いんじゃないかなと思います。で、 あの、まあ、それに対して僕は、まあ、ちょっとね、これを、まあ、今からあまり良くない方法とかも話していくんですけど、まあ、異論も、論を唱えるという意味も兼ねて、えー、まあ、その方法論で、まず、えー、ベーシックなものをしっかり引いていこうっていうのが一番最初に挙げたタグのものになってます。で、えー、まあ、よくあるものということなのでね、こういうふうなものを取り出して、まあ、勉強し始める人って多いんじゃないかなというふうにも思うんですけども、 まあ、まずね、あの、いつもながらなんですけども、まあ、どういうふうな方法でやっていくかの前に、まあ、ちょっとあまりやってもらいたくないなっていう練習方法について、まあ、さらっと話していこうかなと思うんですけども、 まあ今回のね、この、財布したものっていうのは僕が耳コピーしてね、作ったもので、まあ、多分そんなに間違えてはないと思います。まあもしね、ちょこっとね、間違えてたら申し訳ないんですけど、まあそんなに間違えてないと思います。まあ実際リーブラウンさんが弾いた音ということで、まあ参考にすごく値するものだと思うんですけども、 まあ、どっちにしても、この平音記号でこう書かれているもの。まあ、例えばもしくは、え、本屋さんとかで売られているものっていうのは、まあ、もちろん著名なベーシストさんが弾かれたものを誰かがトランスクライブして、財布したものであったりとか、まあ、その、教材用として誰かが作ったベースラインを、まあ、その、著者の方がね、作ったベースラインを、え、まあ、弾いて、まあ、財布にしたものだったりとかっていうのがほとんどだと思うんですけど、まあ、いずれにしても言えることっていうのは、その、書いてある平音記号だったり、まあ、タブフだったり、 とかの、このベースラインをそのままなぞって弾いて終わりというか、弾いて人と合わすというのでは、まあ、全然ダメなわけですよね。まあ、ダメっていう言い方はひどいですけども、でもダメなんですよ。で、まあ、それはどうしてかというと、まあ、今さっき言ったようにコード譜で基本的にコードで成り立っているので、どういうベースラインがコ、コードに対してどういうベースラインが弾かれているのかっていうのを意識するというのが、まずこれ最低限。 必要なことになってくるというわけです。と言いますのも、まあ、そのジャズの場合っていうのは、まあ、その同じスタンダード同じものであったりしても、まあ、その時その時によって曲の雰囲気っていうのは変わったりしますなのでいきなりこうすごく元気がいい場合もあれば、まあ、もっと言うならばちょっと難しい話ですけど、えー、コードが若干変えられたりとかアプローチが変えられることっていうのはまああるんですよ、まあ、実際それを反応し合うというのが、まあ、会話をしてお互いの会話みたいな感じのものが楽しいところでもあったりするので やっぱりその、なんていうかこう、もしかしたらいきなりホービートから入らないかもわかんない可能性もあるわけですよね、アドリブソロが。ってなったときに、 やっぱりその決められたこと、書いてあるものだけをこう一生懸命追いかけて弾いてるというのでは、まあ会話にならないわけですよね。まあ例えて言うなら本当は人とこう話をしたいのに、まあその原稿帳を持ってきて読んでて、向こうの話がもしかしたらね、相手が違うようなよ、予定してるものと違うような相手が返ってきてるのに、それを無視してスピーチし続けるみたいなイメージを持ってもらったらいいかなと思うので、なので書いてあるものをそのまま弾くというのは、まあ価値としてはやっぱり弱いです。 じゃあ、こういう風な感じで書いてある譜面をどのようにして活かしていくといいのかという話をまあしていきたいんですけど、まず一つのものとしては、そのコードに対してどのようなベー,スレベースラインになっているのかなっていうのをえまあ研究してもらいたいわけですよね。 でそうすると、まあ、その、同じようなコード進行が出てきたときに、まあ、そのベースラインを他の曲でも、まあ、応用して使うことっていうのができるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、具体的にちょこっとだけね、えっ、ー、と、まあ、細かい話はまた、ええー、その、次回というか、まあ、別の機会でね、取り上げようかと思いますので、 ちょこっとだけ話したいんですけど、まあ、例えばこう出ている冒頭の F メジャー7ってこう書いてあるものを見ていくと、実際弾かれている音っていうのは、まあ、例えば F、それから ACF ということなので、まあ、これどうなっているのかっていうと、普通にルートの音、3度の音、メジャーサンドの音、5ドの音、ルートの音っていうような感じなので、まあ、もうこれコードトーンだけでできてますよねっていうのが見えてくると思います。で、ここでま、あいろいろ、ま、あもうちょっと踏み込んだ話をすると、その、 コードトーンとかだったりするとまだわかりやすいと思うんですけども、えー、ジャズのベースラインっていうのは、まあそれ以外のものっていうのももちろんたくさん、まあ音が使われてます。で、ここで厄介なのが、そのコードトーンとかそういう主要な音だったりとかっていうのは、まあ分析するとわかりやすいと思うんですけど、まあ例えばここでそれっぽいベースラインってそんなないんですけども、まあ例えば、 まあセブンですね4小節目の d ンのとこだったりするとまあ D の音 D の音とで CA で D の音で8分音符で A フラットの音になるんですけど。 まあこれほとんどまあ今さっきの同じような感じでコードトーン、D の音がルートだったり、まあ C の音がセブンス、A の音が5度だったり、で D のルートの音に戻ってみたいな感じでコードトーンになったりが主体だったりするんですけども、まあ最後のこの A フラットの音これ何かって言ったら、まあその G マイナーに行くための、まああの、なんていうのかな、音になってるわけですよね。アプローチをする音っていう、まあよく言われることもあるんですけども、 まあ何が言いたいかというとそのコードだけを見ていくと、まあ、今回の場合だと1個の音だけですけども、まあ、場合によっては、まあ、2拍目3拍目からもうその次のコードに向かうための音みたいなのが使われることがあるわけですよなので例えばこう D7 って書かれてたからそのベースラインが D7 のとこで毎回使えれるかというとそういうわけでない場合もたくさんあるわけですよね D7 から今回だと g マイナーに行くというふうな時のラインというふうになってくるので まあその D7 が出てきても次違うコードに進んでる場合だとまた違うベースラインになることっていうのはよくありますしその書かれたものっていうのが使えない場合っていうのも多々ありますのでまあその辺のものっていうのもまあ次のコードが何なのかっていうのも加味しながら意識していけれるといいんじゃないかなというふうに思っております。 まあ、その辺なんかをね、まず、そのコードに対して、えー、そのベースラインが何度なのか、そして次のコードっていうのは何なのかなっていうのまで意識して、まあ、分析してそ、他の曲に当てはめていくというのがいいんじゃないかなと思います。そして、まあ、その次の違う、その、なんとかな、曲に分当てはめていくっていうのもそうなんですけども、えー、やっぱりね、この断片的なフレーズフレーズっていうものを繋ぎ合わせていくっていうのには、やっぱりいっぱい覚えていかなきゃいけないので、そのフレーズっていうのはたくさんありますので、 なのでまあ一応僕がお勧めしてるのが一番最初に出した、えー、フォー、ウォーキングベースラインですか、4ビートの、まあ、ベーシックな共通点をすごくまとめて話しているので、まあいろんなコード進行で使えれるようなものということで応用ができるような話をたくさんしてますので、でその中で、まあこういうレイ・ブラウンさんだったりとか、あまあお持ちになっている本とかのベースライン、こういうコード進行の時に、まあこういうベースライン使えるからここで当てはめて使ってみようか。 みたいな感じで、このレイ・ブラウンさんのホービートのラインだったりを参考すると、参考にするといいかなというふうに思ってます。そして、まあちょっとこれ余談なんですけども、えー、まあその、本の作者さんね、すごい有名な著名な方、素晴らしい方が書かれてるんだとは思うんですけど、やっぱりね、まあその、ホービートを弾くってなった時にね、やっぱ、も、レイ・ブラウンさんはやっぱもう、ベストなぐらい著名な方で、ある種ベストな感じの、 プレイヤーだと思うんですよね、参考にするには。もちろん、レイ・ブラウンさんだけじゃないですけど、ポール・チェンバースさんだったりとか、えー、この間ね、亡くなられちゃいましたけど、ジョージ・ムラーズさんだったりとか、やっぱレジェンドの人の演奏をね、あのー、参考にすると、やっぱ一番間違いないんじゃないかなと思うので、まあ、著名なね、あのー、好きなベーシストさんっていうのも色々あると思うんですけど、まあ、販売されてる本の中でも、 やっぱりその、えーまあ、グレートなというかねレジェンダリーな人らの、えー、ラインを参考にしていくと、まあ、面白いんじゃないかなというのは思いますではですねここからねちょっとあのもうちょっと深い話えっ、ーまえー、とコード進行の中でこうどうなっているのかっていうのを紐解いていく中で意識してもらいたいことのもうちょっと深い話っていうのをちょっとこの後に話していこうかなというふうに思っておりますスススはいどうもです ではねえ、続いて話をしていこうかなと思うんですけども、ちょっとね、今さっきと同じ譜面を出してみます。ほい出てきました。えー、これ見ていただきたいんですけどね、今さっきと同じなんですけど、まあ、コード進行が書いてあります。 でこれコード進行今さっきは触れなかったんですけどもそのコード進行ってこれどうなってんのかっていうことなんですけどえコード進行というものも例えば、まあ、このコード進行を見ていただいたらわかると思うんですけど、まあ、日本だと今一番有名なのがねおさむこういちさんっていう、まあ、素晴らしいベーシストのお、まあ、方が、えー、書かれている黒本というねおさういちさんは僕の先輩にあたる方なんですけども えー、その黒本というものをね主体に今セッション場とかでやられていることが多いと思うんですよただやっぱりねそのおののの見解が少しずつ違ったりとかですねあとそれからその CD によってねその違うようなコード進行で弾かれていることっていうのもたくさんありますで僕もねその黒本はねあのレッスンする上でよくあのお世話になったりするんですけども僕もねこの「酒原ちょっと覚えているものというかねまあ僕はこういうコードが好きだなっていうものと黒本のコードと 若干違うところがあったりするんですよね。なので今回は今書いてあるものとしては僕がまあ好きなコード進行というか覚えているコード進行で書いてあります。で、ただなんでこんな話をしているのかというと、えー、このレイ・ブラウンさんのベースラインから察するに、レイ・ブラウンさんは違う行動を意識して弾いてるんじゃないかなと思うところがまあいくつかあるわけですよね。 なのでその単純にご自身が覚えているコード進行とその人が弾いているベースラインまあその人が覚えているというかまあ意識しているコー,ドコード進行っていうのが違う場合がありますでなので自分が覚えているコード進行だったりとかこうなんだろうなとか黒本で見てこう書いてあるからっていうのでベースラインを当てはめていくとちょっとなんかおかしなことになるというところもあるのでちょっとその辺を注意して見ていってもらいたいなということの話をします もちろんその覚えてるコード進行が違うっていうのだけならずやっぱ今さっき言ったようにジャズっていうのは対話の音楽でありますのでその時その時瞬間でコードが変えられてたりとか何、えー、て言うのかなお互い反応し合ったところで出てきたベースラインがあったりするので必ずしももともとイメージしてたコードの通り弾いてるわけではない場合もあるわけですよね。 なので、えー、そこら辺をちょっとね、説明していこうかなと思うんですけども、まあ今出てるものね、見ていただきたいんですけど、例えばね、えーっと、7小説目、8小説目、B フラットマイナー、E フラット7っていうところあると思うんですけど、まあ僕は B フラットマイナー7とも書いてありますけど、これ確か黒本だと B フラットマイナーって書いてあっただけだと思います。まあ概要としてはどっちも同じようなもんです。セブンスってのが書いてあるか書いてない、書いてあるのか書いてないのかぐらいの、そんなに変わらないものと考えてください。 だけどこの場合ねちょっと見ていただきたいのが E フラットの音から入ってるんですよねレイ・ブラウンさんのラインはねじゃあこれどうなのかったら B フラットの4から入ってるラインなのかったらそういうわけではないと思うんですよこれは僕は察するにですねレイ・ブラウンさんはこの2小節は E フラット7の何かだと捉えてると思うんですよ で、そもそもこれ何なのかというと、Bbm も Eb7 も、えー、このキーから見ると、役割としてはサブドミナントマイナーというふうなものになります。サブドミナントマイナーもね、うんかし説明してるのでよかったら見てみてください。で、そのサブドミナントマイナーってこの Bbm でも Eb7 でも同じような役割なわけですよね。同じものだと考えてもらっていいです。なので、レイブラウンさんは Bbm、Eb7 っていう2-5化したものではなく、 Eb7 という、その1個のコード進行が2個続いてるみたいなイメージで、サブドミナントマイナーが2小節あるんだよという、えー、流れで見てるんじゃないかなというふうに思っております。そして、その先の Am、Dm と1小節書いてありますけど、ここも決してね、この Am の時に F からスタートしてますけど、これが Am のフラット6度、フラット1 3ンスの音からスタートしてるというわけではないんですよね。 ここも完全に僕は多分 f メジャーセブ7を意識してるんじゃないかなというふうに思います。そしてまあ Dm って書いてあるところを2-5化して Am、えー、Dm だったり Am、D7 だったりとかっていうふうな感じになってるんじゃないかなと思います。まあ、このようにね、コード進行が、えー、意識、えー、ちょっとね、変えられてるような感じのところがあるんじゃないかなというふうに思います。ただ、まあ、今さっき言ったサブドミナントマイナーも別にこのコードが引かれててこのベースライン弾いてもそんなに問題ないと思いますし、 まあこの F メジャー、A マイナーのところが F メジャーと意識してるんじゃないかという話をしましたけど、ここも別に F メジャー、このラインで A マイナーのコードを弾かれててもそんなに問題ないんじゃないかなと。まあ、具体的にはね、あのまた細かく説明しようかと思いますけど、まあ、F メジャーも A マイナーもどっちもトニックという役割で、まあ、使われてる音がよく近しいものが使われてるみたいな感じですね。 ほ他にもこのようなものがたくさんこのベースラインの中から見て取れるものがあります。なので単純に分析する時に知ってるコードだけで当てはめて何度という風な感じでやるだけでなく違うコードになってんじゃないのかなっていうのもちょっと意識してやってもらえるといいんじゃないかなと思います。 でまあ、もちろんねその違う一見見見た目が違うコードでも同じ役割のコードだっていうのはある程度それが分かるかどうかっていうのは知識とかが必要になってくるので、まあ、その辺とかはいろいろ挙げてますので、まあ、そちらで見て研究してってもらうといいんじゃないかなというふうに思ってますでここでちょっとね聞いてもらいたいなと思っていることがありますで僕あのこのベースラインねレイ・ブラウンさんのベースラインをちょっと僕自身がコントラバスで演奏したのでメトロノームだけで演奏してます で、なので、そこに、えー、アイリアルのね、音源を流してみようかなと思うんですけど、えー、二つの音源を流してみたいなと思います。何かというと、一つは、この出てるコード進行ですね。それで、えー、流してみようかなと思います。で、もう一つは、その、意識、多分、レイ・ブラウンさんはこう意識してるんだろうなという風なコード進行に書き換えて、 えー、同じ、全く同じベースラインを使って、上に流しているピアノの音だけを変えようかなと思ってます。で、えー、撮った時に、えっ、ー、と、メトロノームの音もね、一緒に入っているので、まあ、メトロノームの音は流れてますけども、まあ、そこら辺はご了承ください。ではね、聴いてもらいたいなと思います。どうぞ。 どうだったでしょうか、ねえー、と僕のね、拙いベースラインでね、申し訳ないんですけども、まあ、どっちもね、そんなに大きく変化しないんじゃないかなと思います。多分ね、えー、と譜面とかちっちゃく出しながらやったと思うんですけども、まああのー、このような感じでね、えー、実際のコードとちょっと違うかったりとかね、その時その時のアレンジとか、えー、反応し合ったものとかでね、変わったりするので、えーまあ、そこら辺も意識してね、分析していけれるといいんじゃないかなというふうに思ってます。 で、まあ最後にね、このまま楽器持ったまま最後に話しようかと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ根本的なことを言うと、えー、まあ今回は僕自分でトランスクライブしたわけなんですけども、えー、まあこういう風な音の並びっていうのは皆さんよく意識すると思うんですけども、えー、最終的にやっぱ一番何が大事なのかというと、やっぱり常々ね、僕はこの話の下りの時によく言いますけども、やっぱり一番大事なのはリズムです。 いかかにスイングしてるか音符が長くて鋭いリズムが出せるかっていうのがポイントです。なので皆さんねこういう風な雑誌,、えー、と雑誌じゃないな、えー、と教本とかを買った時に頑張ってこう音だけをの出てきた譜面の中に8分音符が入ってたりとかゴーストノードも入ってたりしましたけど、えー、とそこら辺を、えー、となんか弾いたりとかするのが大事なわけではないんですよね。 なので、音とかだけ追いかけていったりとか、そういうふうな譜面づらだけ追いかけていくのではなくて、きちんといいリズムで弾いていくということがすごく大事になりますので、やっぱりポイントとしては、この書いてあるものだけをなぞって弾くのではなく、ご自身の言葉で弾けれるような感じで、コード譜から弾けれるようなものっていうのをまず一つ目指してもらいたいなというのが一つです。それからもう一つは、やっぱり、えー、たくさん演奏を聴いてください。それがすごく大事です。特に、 YouTube とかでわけ、わけわからん人って言ったら申し訳ないんですけど、えー、僕の演奏でなくてもいいです、えー。僕の演奏である必要がないというか、僕の演奏じゃない方がいいです。あの、もうこの際ですけど、えー、まあ、今聞いてもらいましたけど、えー、ぜひね、レイ・ブラウンさんだったり、ポール・チェンバースさんだったりとか、著名なベーシストさんの演奏をね、ぜひ聴いてください。CD でも、その、えー、最近の、何でしたっけ、えー、月学生のやつとかのね、apple music とかでいいので、 ぜひね、えー、お気に入りのベーシストさんのおーものを探して、ぜひ聴いてみてください。いっぱい聴くことによって、その人のリズムが変わってきますので。で、今回もねあの、ちょこっと譜面出して、ちょこっとだけ話しましたけど、コードトーンだけで弾いてるような場所ってのも実際あるんですよ。だけど、かっこいいんです。なんでかっこいいかって言ったら、やっぱりリズムがかっこいいんですよね。なので、まあ、あのこういう風なな、ね、譜面とかで、今日みたいな譜面が出てきた時に、譜面だけを追いかけるのではなく、きちんとね、えー、たくさん音を聞いて、 生きたリズムを弾けれるような意識を持ててもらうとなおいいんじゃないかなというふうに思っておりますまあ、今日はねこんな感じでポイントなんかを話してきましたけど終わりにしようかなと思っております でまたね、ちょっと次回ではなくて、ちょっと間を空けてですね、具体的に、この出してたベースラインの解説ですね、この時にはこんな音が使われてますねって、全部はちょっと取り上げれないと思うので、具体的にどういうふなラインになってるのかっていうのを、まあ、部分部分、面白いところを切り取って、説明しようかなと思ってますので。 まあそちらもお楽しみにしててくださいそしてねまた他の曲も取り上げてね、えー、スタンダードの弾き方みたいなのも説明していきますのでねよろしくお願いいたします、まあ、そんな感じでもし今日初めて見られた方とかチャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたらこのような感じでねジャズの話もたくさんしてますしそれ以外にもベースにまつわる深くて濃い話たくさんしておりますので何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします そして今日も少しでもためになったとか面白かったとか思っていただけた方いらっしゃいましたら何とぞ合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。お願いいたします。そんな感じで今日はこれにて終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼しまーす。